はい、どうも毎日ポジティブ44回目です。ありがとうございます。さあ、5月ももう終わります。あと明日で終わりですね。5月は皆さん5月病にはかかってないですか？大丈夫ですか？やっぱりね、5月いろいろ新入社員がね、4月から入って1ヶ月経って、そして5月何にもね、うまくいかないこと、もっともっとこうしたいのにできないこと、もういっぱいいろんなね、辛いこと、不安になること、緊張しちゃうこといっぱいあると思います。で、心が落ち込んだ時に、僕ももちろんありますよ、これ落ち込むことね。いつもポジティブポジティブとか言ってますけども、やっぱりこう少しね、心が弱くなってしまうこととか、なんでこううまくいかないのかな、なんでお客様こんなにこう満足してくれないのかなとか、いっぱいあります。そういった時に僕がやる、そういう時に落ち込んでしまった時にやることを3つちょっとですね、紹介したいと思います。3つです。1つ、まずはですね、自分の体を動かす。僕はジョギングとかですね、散歩とかすごい好きなので、まあ体を動かしてですね、汗をかくとすっきりするんですね。もうなんかジム行くとかね、行くでもいいですし、僕はもう基本ジョギングなんですけど、そうするとなんかこう走りながらいろいろなんかこう頭が整理できるんですよ。で、すごくいい汗が流せて、でお風呂入るとすごくすっきりするというのがまず1つですね。2つ目、自分を褒めると。やっぱりね、こう落ち込む時って自分を責めるんですよ。なんでこうできないの、なんでこうなの。でもまず今そういう壁が直面している時に、そこに逃げずに立ち向かっている自分を褒めてあげたりとか、まあもちろんね、できなくて失敗しちゃうこともあるんですけど、でもまず行動したからこそ失敗があるわけなんで、もう行動したことを褒めるとか、毎日ちゃんと朝起きれることを褒めるとか、ちっちゃいことでいいから自分のことを褒めてあげることってすごく、心がすごく なんだろうな、助かる、嬉しいというか、やっぱり人からね褒められるのも嬉しいですけど、まずは一番自分のこと知ってるのは自分なんで、自分のことを褒めてあげることがすごく大切なのかなというのと、3つ目、体をいたわると。やっぱりね、睡眠時間をねしっかりとるとか、もうゆっくりお風呂に入るとか、でもゆっくりマッサージをするとかね、マッサージをね、そういうのを受けに行ってもいいですよね。自分の体をねいたわって、整骨院に行くでもいいですし、本当に今の体があるからこそ動けるし、行動できるし、こうやって喋ることもできるし、このまず体を動かして、いい汗を流すというのと、自分のことを褒める、ちっちゃいことでもいいからまず褒めてあげる、そして、最後は自分の体をいたわると。そう、この3つで大体僕はですね、元気がない時でも、あ、よし、ちょっと頑張ってみようかなという気持ちになってます。まあ考え方、捉え方次第ですけども、まあ、そういうふうに自分がこうなってしまった時に、あ、じゃあこうだったらこれやろうとか、あ、こうにしようっていうのが自分の中であると、そういう気持ちが落ち込んだ時にすぐにリカバリーが早くできるという、ちょっとした僕のテクニックというか、僕はそういうふうにやってます。もちろんね、ポジティブティーチャーだから、いつもいつもポジティブで、全然ね、悩んだりもしないとか、落ち込んだりもしないわけではもちろんないです。大丈夫です。皆さんと全く同じ、辛い時もあるし、悲しい時もあるし、心が痛い時もあります。そういう時は、まあ、とりあえずいい汗流して、で自分のことをちゃんと褒めてあげて、そして体をいたわる。これで少しでもポジティブになれると思います。もしそれでもなれなければ、ポジティブ居酒屋で僕と一緒にお話ししましょう。絶対にポジティブになれるはずです。ということで、毎日ポジティブ44回目、落ち込んだ時の対処法のお話でした。ありがとうございました。